サッカーポルトガル代表は、ポルトガルサッカー連盟によって編成される、ポルトガルのサッカーのナショナルチームである。サッカーポルトガル代表のエンブレムは、ブラガン酒の紋章に、騎士修道会のキリスト十字が元になっている、近年では、世界的な競合国として数えられる。史上屈指のストライカーへウゼビを擁した1960年代に、第一次黄金期を迎え、 初出場となった1966年のイングランドワールドカップでは3位に入った。中でも準々決勝の北朝鮮戦での0-3からの大逆転劇は有名である。しかしその後は低迷し、国際大会の予選敗退が続いた。1984年の UEFA 欧州選手権1984で久々に国際舞台に立ち、ベスト4に進出し、 二年後のメキシコ W 杯では、欧州予選最終戦で、予選史上での無敗を続けていた西ドイツに、アウェーで勝利しての突破確定という劇的な形で、本大会出場を果たすが、グループステージ敗退に終わり、その後再び低迷した。この状況を打破したのが1989年、1991年の、フィファワールドユース選手権で優勝したルイス・フィーゴン、マヌエル・ルイコスタ。 パウロ・ソーザ、フェルナンド・コート、ジョアン・ピントラを筆頭とするゴールデン・ジェネレーションであった。1996年の UEFA 欧州選手権1996で初めてフル代表での国際大会に挑んだ彼らはアコーディオンシステムと呼ばれる中盤での頻繁なポジションチェンジとパスサッカーを駆使してベスト8進出を果たした。一方で FW のポジションに決定力のある 人材を書き、勝ちきれないのことが、この当時のチームの特徴であった。UEFA 欧州選手権2戦では FW に、ヌーノ・ゴメスという人材を得て、ベスト4に入ったが、日韓 W 杯では、優勝候補として挙げられるも、グループリーグ初戦のアメリカ戦で敗れ、同最終戦の韓国では退場者を2人も出すという、アクシデントもあって0から1で敗れ、グループリーグ敗退となった。 この大会を最後に黄金世代の多くが代表引退を表明した。開催国として出場した UEFA 欧州選手権2004では、初戦、ギリシャに敗れ、グループリーグ敗退の危機に陥ったが、ルイス・フェリペス・コラーディ監督は大幅なメンバーの入れ替えを勧告し、クリスティアーノ・ロナウド、デコ。その後も世代交代が進み、ベテランと若手が噛み合わさりドイツ W 杯では、 エウゼビオ時代以来40年ぶりとなるワールドカップでのベスト4進出を果たした。UEFA 欧州選手権2008ではドイツに敗れベスト8、南アフリカ W 杯ではスペインに敗れベスト16。UEFA 欧州選手権2012では2大会ぶりのベスト4進出を果たしたが、スペインに延長 PK 戦の末敗れた。ブラジル W 杯では最終的には、 勝ち点4でアメリカと並んだものの、ドイツとの初戦でゼロの四の大敗を喫したことが響き、グループリーグで敗退した。UEFA 欧州選手権二千十六では、グループリーグでは三引き分けと苦しむが、ラウンドオブ十六ではクロアチアに延長後半十二分の、リカルド・クアレスマのゴールで一から零で、勝利、準々決勝で、ポーランドに、PK 戦の末勝利、準決勝で、ウェールズに、 ロナウドの1ゴール1アシストで勝利し、3大会ぶりに決勝進出。決勝で地元、フランスを相手に、エデルの延長後半4分ゴールが決勝点となり、1から0で勝利、UEFA 欧州選手権で初優勝を果たした。ポルトガルの主要大会でのタイトルは全てを通して、これが初めてである。欧州選手権優勝により、 フィファコンフェデレーションズカップ2017に出場、グループ A を2勝1分の首位で準決勝に進出したものの、チリに0-0からの PK 戦で敗れ、3位決定戦でメキシコに延長の末2-1で勝利、3位となった。2018フィファワールドカップでは欧州選手権チャンピオンとして優勝候補に挙げられる一方で、クリスティアーノ・ロナウドが前回大会に続いて、 前年度のバロンドールに選出されたことから、いわゆるグループ B では、初戦でロナウドがハットトリックを記録するなど一勝2分の2位で、2大会ぶりに決勝トーナメント進出を果たしたが、決勝トーナメント初戦のウルグアイ戦で、エディンソン・カバーニに2ゴールを許し1から2で敗退した。フィーゴやクリスティアーノ・ロナウドを筆頭に、セルジオ・コンセイソン、シモン・サブローサ、リカルド・ク・アレスマ、 ルイスナニなど優秀なサイドアタッカーを多く輩出する国としても知られている。しかし、先端フォワードについては、ペドロ・パウレタがレギュラーに定着した時期を除き慢性的な人材難が続いている。最多出場及び最多得点者のクリスティアーノ・ロナウド2019年6月9日、現在水色は現役代表選手2019年6月9日、現在水色は 現役代表選手、ありがとうございます。